韓国アイドルグループ BTS、防弾少年団のメンバー RM が、アメリカで楽しい休暇を送っている。RM は14日、インスタグラムに1967Js というコメントとともに、数枚の写真を投稿した。彼は米ニューヨークにあるダイア、ベーコン美術館を訪れた。ダイア、ベーコンは、ナビスコのボックス印刷工場だった建物がリノベーションされ、2003年に現代アート美術館に変貌した場所だ。巨大なサイズの現代美術の巨匠作品を多数保有している。RM は作品を鑑賞したり、広い空間内を歩いたりしている。帽子とコート、パーカーでさっぱりとした感覚的なファッションも完成させた。特に、穴が開いた靴下にクローズアップした写真では、笑いも誘う。現在、BTS は長期休暇を取って休息中だ。先日、アメリカで2年ぶりのオフラインコンサート BTS Permission to Dance on Stage LA と米のラジオネットワーク iHeart Radio が主催する2021ジングルボールツアーを盛況で終えた彼らは、デビューして以降、2回目の長期休暇を送っている。BTS は長期休暇を終えると、新しいチャプターを開くニューアルバムの発売と公演準備に邁進する予定だ。2022年3月には、ソウルでオフラインコンサートが予定されている。女優キョンミナ、小的暴行事件捜査の状況について伝える。なぜ証人と私の供述だけで送検可能なのか、罪のない人を犯罪者にしているではないかなどという人が多いが、証人と供述も助けになるもの。傷害罪が追加されたので公訴時効が強制性交等罪よりも長くなったので可能だった。ワナワン、ママでの登場の秘密が話題に。活動最後のコンサートの退場時。ライバンリン・ファンミンヒョン・オンソン・ウ・パクージン・パクジフン・キム・ジェファン・イデフィ・ハソン・ウン・ペジン・ヨン・ユン・ジソン・カン・ダニエル。ママではその逆に。カン・ダニエル・ユン・ジソン・ペジン・ヨン・ハソン・ウン・イデフィ・キム・ジェファン・パクジフン・パクージン・オンソン・ウ・ファンミンヒョン。そしてライバンリンの位置を開けてある。トゥモローバイトゥゲザーのファンら、2021ママの彼らへの扱いに不満の声。スビンのスピーチが途中でカット。サムネイルに四巡の姿なし。ステージセットが失踪。などの指摘。